こんばんは。ここはドイツのハンブルグアルトナ駅です。今日はこの22時28分発の列車に乗ってフランクフルトに行きます。この列車は電車と同じ意味です。列車と電車は同じ意味です。この列車はハンブルグを10時28分夜出発して次の日の朝7時2分にフランクフルトに着きます。でもこの列車は寝台車、これはベッドがついた車両です。この車両がたくさんあって列車です。この一つのことを車両と言います。今この一番後ろの車両が映っていますね。はい。で、この列車は寝台車、ベッドのついた車両はありません。全部この座席の車両です。座席はこれですね。この椅子のことですね。この椅子の車両だけです。ですから、この夜10時半から、次の日の朝7時まで、この座席に座って行かなきゃいけません。コンパートメントもありますね。コンパートメントも座席です。見てください。さっきのところと同じ座席がついています。これに明日の朝までね、座っていくということですね。で、その隣の車両を見てみましょう。これ今一番後ろの車両ですね。で、その隣の車両を見てみます。この隣の車両も座席車です。座席です。寝台じゃありません。ベッドじゃありません。座席です。ですけど、この座席のタイプがさっきのね、一番後ろの車両と少し違います。こちらの方が多分いい座席ですね。ですから、これに乗っていこうと思います。はい、この列車の一番前、赤い機関車がついています。10時28分にハンブルグ・アルトナ駅を出発していきます。でも、まだお客さん、少ししか乗っていません。ハンブルグ・アルトナ駅は街の真ん中じゃありません。少し街の外にありますから、まだ乗っていませんね。で、ここはハンブルグ中央駅です。で、この中央駅で、たくさん人が乗ってきました。人がたくさんこの列車に乗ってきました。こんな感じですね。まあ、たくさんじゃないな。50%、半分ぐらいの席は塞がっていますね。で、ハンブルグ中央駅を出発すると、すぐこのエルベ川を鉄橋で渡ります。このエルベ川は、チェコではラベ川という名前の川です。ドイツに行くとエルベ川になって、ハンブルグまで行っている川です。で、ここはですね、ここはボン中央駅です。ボン中央駅。で、ボンはベートーベンの生まれた町ですから、ここに階段の底の壁にね、楽譜が書いてあります。楽譜が書いてありますね。で、ここはですね、コブレンツです。このコブレンツの駅で、この列車は30分止まります。だから街に行ってみようと思います。で、もう朝です。朝5時ですね。で、コブレンツの駅の外に出ました。30分ありますから、少し駅の近くを歩いてみようと思います。これは何でしょうかね。ちょっと私はドイツ語がよくわかりませんから、なんかわかりませんけどね。ここにね、大きな教会がありました。この教会のね、塔は今映ってるこれがね、塔ですね。塔、高い塔ですね。で、この塔は駅から見えました。だから私はここに来てみました。そして駅に帰りました。駅の後ろにはお城があります。駅の後ろにお城があります。これがコブレンツです。で、コブレンツを出発すると、川の横を走ります。川に沿って走っています。この川はライン川で、
で、このライン川の近くにはお城がたくさんあります。今そこに見えています、あれはマルクスブルグ城というお城です。で、この岩ですけど、これはローレライロックというとても有名な岩です。ローレライロックですね。なんか悲しいお話がある岩ですね。で、今この川の向こう側にも列車が走っています。で、あれは貨物列車です。人を運ぶ列車じゃなくて荷物を運ぶ列車です。貨物列車と言います。で、これ川の中にもお城があります。これ名前は何だったかな、ちょっと忘れてしまいましたが、なんか水が多いからちょっと心配ですね。で、この駅はビンゲンです。ビンゲンという駅です。この駅から、ここからフランクフルトまでは川沿いのルートじゃありません。ビンゲンからフランクフルトまでは川は、ライン川は見えませんが、途中でライン川を鉄橋で渡ります。もう少し行くとライン川を渡ります。これですね、今鉄橋でライン川を渡っています。鉄橋でライン川を渡っています。このライン川を渡るとフランクフルトがあります。ここはフランクフルト空港駅です。空港のすぐ横にある駅です。そしてここがフランクフルト中央駅、この列車の終点、最後の駅です。列車の最後の駅です。この動画はここで終わりです。どうもご視聴ありがとうございました。